ベラルーシの若者たち、サーシャ・カーティア・レイナ・エレナさんをご紹介したいと思います。Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass wir heute hier sind.お招きいただき心より感謝申し上げます。本日私たちはベラルーシの青少年若者の体験をお話ししたいと思います。チェルノブイリとずっと付き合ってきた、そうした人生がどんなようなものであったかお話ししたいと思います。私はアレーナと言います。チェルノブイリの事故の直後、1987年にミンスクで生まれました。当時まだ幼かったので、両親が深刻な話をしていたことをすごく心配していたこと、子どもの健康のこと、いろんな問題について理解することはできませんでした。今ではどういった状況だったのか理解できます。両親からその大きな心配事、不安というのも受け継ぎ、その不安とともに暮らしています。子どもの頃から甲状腺の問題を抱えています。当時は例外というよりもそれが普通のこととされていました。ですから6歳の時、ドイツで子どものための保養プログラムに参加しました。きれいな空気、安全な食事、それによって免疫が強くなりました。病気になることも少なくなっていきました。今では私の人生にとって大きな出来事を目前に控えています。結婚です。健康な子供が欲しいと思います。甲状腺機能不全に抱えていることから、それが簡単なことではないと思います。2007年からベラルーシのチェルノブイリの子どもたち基金で活動を行っています。この基金はベラルーシチェルノブイリの事故の直後に創設されました。そしてさまざまなユースプロジェクトをベラルーシで実施してきました。このプロジェクトの目的は、若い世代に知識を伝達することです。事故の記憶を風化させないということです。記憶を新たにし、持続可能な生活様式、考え方というのは若い人たちの中で培っていくことです。これが私たちのユースプロジェクトです。年1回若者フェスティバルが実施されます。これは非常に大掛かりなイベントで、若者のグループが環境、チェルノブイリといったテーマですとか、あるいは持続可能性といったテーマでパフォーマンスを行います。またさらにフラッシュモブを行ったりします。再生可能エネルギーに関する啓蒙普及活動もやっています。さらにデモに参加をしたりします。障害を持つ青少年との交流、チェルノブイリ地域から移住した人たちとの交流プログラムなどに参加をしています。チェルノブイリの事故から25年の年、
国連、スイスの国連に行きました。国連で亡くなった方々の真実を解明するよう求める、それが目標でした。ベラルーシでの死者の数についてですけれども、今日まで私たちはそれの情報がありません。ベラルーシの若者はそれでも将来がより良いものになるよう期待、希望しています。いつか世界が核の脅威のないものとなるよう希望を失っていません。喜びに満ちた、そうした世界になるよう願っています。ありがとうございます。Guten Tag, mein Name ist Katja. こんにちは、私はカティアと言います。ベラルーシの出身で、私自身もチェルノブイリ子どもたち基金で活動をしています。私どもの活動に取り、ロットワイルの皆さんとの協力は大変重要です。長年ドイツのパートナーたちは大変有意義なユースプロジェクト、エネルギーや環境について行ってくれています。貴重な知識であるとか、あるいは考え方というものを私どもに影響を与えてくれています。このプロジェクトで2007年から私は参加していまして、このプロジェクトを通じて再生可能エネルギーについてよく知るようになりました。大変素晴らしいと思い、エネルギー技術、そして再生可能エネルギーについてより知りたいと思い、学びたいと思いました。私の考えを両親ともに応援してくれました。両親ともに事故を経験し、その影響を目の当たりにしてきています。それゆえ私自身、しかし私は同時に汚染が比較的軽い地域ので大きくなりまして、そのことは幸運だと思っています。私のただ地域においても胸や、あるいは子宮に問題を抱える子どもたちがもいます。しかし医師たちは統計がないことから、公にこの問題について話していません。私自身もフラストレーションを抱えています。統計や情報がないというフラストレーションです。また独立した組織が研究や調査、統計を行っているということも我が国ではありません。私たちの基金団体では他のベラルーシの汚染地域の団体とも協力しています。サーシャもそうした自治体の出身で、サーシャ自身の今度は経験を話してもらいます。こんにちは、皆様こんにちは。私はサッシャ・ゲロルビッチと申しまして、23歳です。ベラルーシ出身です。リコフという
ビハウ町という南東部の小さな町です。ベラルーシはチェルノブイリにより大変深刻な被害を受けました。これが私の出身地です。モギロフという町の近くにあります。私の人生はチェルノブイリが大きな影を落としています。チェルノブイリの事故は歴史から消すことはできません。こうした立ち入り禁止区域の標識はあちこちに立っています。危険、止まれというサインです。放射能に汚染されているという標識です。事故から15年間は多くの人道支援を各国から受けていました。学校でも5ヶ月6ヶ月に1回は食料品や医療品の支援がありましたし、赤十字の診察も受けていました。検査も受けていました。また保養の国外において保養をする行う権利というものも与えられており、ミンスクにおいてものチェルノブイリの子どもたち基金などの活動により保養などが行っていました。これは児童保養教育センターです。希望という名前のセンターですけれども、これは日本の皆さんの支援によって建てられました。この希望という名前はベラルーシの汚染の不安を抱える子どもたちが希望を持ってほしいということで付けられた名前です。2002年私はこのセンターに行きまして21日間過ごしました。大変快適に過ごせ、それどころかこの21日間の後より体調が良くなったとみんな感じました。先ほどエレナはからエレナだけでなく他の友人たちもチェルノブイリの健康被害について報告してくれました。私自身の経験についてお話しします。私の父ですけれども、リュウマチ、そして骨の問題、心臓の問題を抱えています。というのも汚染物質除去作業を事故後に行わなければならなかったからです。この問題を抱えた父は今も苦しんでいます。私の親戚を見てみても健康でどこも問題のない者は誰もいません。心臓などの問題を抱えています。1年後に健康被害が出てきたというのではなく、数年も経ってから出てきた、ずっと後に出てきたというケースも多いのです。さてここに立ち入り禁止区域に新たに建てられている家屋があるということを報告させていただきます。ベラルーシの政府はこういったところに何も手をつけないでいるというのはコストがかかりすぎると考えているのです。それゆえ海外からの支援も断るようになっています。大統領は全て問題を克服できたと言明するまでになっています。危険はもはやないと、人々が住んでも問題はないと言っているわけですけれども、影響はまだ続いているのです。自然災害のような場合は被害がだんだん感じられなくなっていきますが、我々の場合は問題が増えていくのです。広島、福島を今回訪問し、そして東京に参りました。
福島について一言申し上げます。多くの方々が福島に行くことに不安を感じなかったかと聞かれました。正直申し上げて、不安がなかったといえば嘘になるでしょう。しかしこの不安というのは見せてはいけません。この怖さというものを克服できなければ原子力との戦いに勝利することはできないのです。原子力が我々に恐れをなして逃げてほしい。私たちが不安を感じてはいけないのです。一人で孤独に不幸を抱えている人々がいます。しかし我々は希望を持って人生を続けていかなければならない。希望こそ大事なのです。ありがとうございました。私はエレナと申します。そしてミンスク出身です。大きな町です。200万も人口がいます。ミンスクはそれほど大きな被害を受けなかったと言われていますけれども、報告をさせていただきます。しかしながら汚染が多い地域もあります。毎日暮らし、そして仕事をしている中で汚染が深刻ではないとしても、やはり汚染があるというのは危ないのです。それゆえさまざまな放射線管理の機関があります。ベルラード例えば研究所などですが、放射線モニタリング監視を行っている機関の一つです。ベルラード研究所はゴメル、ミンスク、グロドナなどの地域において450回もの測定を行っています。こうした、しかし機器というのは店で売っていません。200万人もいる人口がいる町であるにもかかわらず、こうした機器が売られているところはないのです。商業ベースでしか売られていません。一般人は買えないのです。チェルノブイリについてあまり学校等では話されなくなっていますけれども、本当はもっと状況について知らされなければならない。そしてチェルノブイリの歴史について教えられなければならないです。私自身もチェルノブイリについて学校で学んだことはありません。すべて母親から聞いたことばかりです。こういうものは食べてはいけない、あそこには行ってはいけないといったようなことを言われ、常に私のことを心配してくれました。福島についても非常に心配していました。ありがとうございます。ありがとうございました。4人から子ども時代の経験も含めて直接の体験話していただきました。後ほど浜中さん交えたディスカッションでさらに聞いていただきます。それではドイツの若者から、カタとソーニャ、ドイツの、環境運動、子どもを守る活動、そして若者の活動について紹介してもらいます。
Guten Tag, ich bin Katharina. こんにちは、私はカタリーナと申しまして、カタとも呼ばれています。22歳でシュトットガルト出身です。ボランティアでドイツ環境自然保護連盟で活動しています。そして、FOE のパートナー機関です。こんにちは。ドイツ人です。21歳です。2011年からロットワイルの核の脅威のない世界のための市民団体で活動しています。この団体においてマシャをホストファミリーとして迎えたことから仲間たちを知るに至っています。自分たちの運命について彼女たちはさ当時報告してくれ、それゆえベラルーシに行ってみたいと思うようになりました。さて今日は二人でドイツの環境運動について、そして市民活動について皆さんに知ってもらいたいと思います。さてちょっとお待ちください。あら何かプレゼン資料がひっくり返ってしまいましたが、それでは、ここでやめるわけにはいきませんので、さてこれでいいでしょう。2つの部分に分けたいと思います。1つ目はまず、環境運動の中における反核運動というテーマ、そして2つ目は私たち自身の活動についてです。国際的にもドイツはとりわけ緑の強い国だと思われています。ドイツで 91% が環境保護をとりわけ重要な課題だと感じているという市長さもあります。ゴミの分別というとドイツは有名ですし、エネルギーシフト、そしてリサイクリング、そしてまた非常に強い政党として緑の党が政治に参加しているということ、またドイツの環境法制は大変厳格です。さらにはドイツにおいてはおそらくビーガンを含めとはじめとして菜食主義者が多くいます。そしてまたドイツの3、ドイツ人の3分の2は環境問題は現代の非常に重要な問題だと捉えています。さてそれではドイツの環境保護の運動というのはどうなっているんでしょうか。環境保護というのはが上位概念で、その下位概念として自然保護があります。自然保護はどちらかというと実践的に生態系を守っていこうという活動です。それから環境保護、競技の環境保護で、例えばプラスチック袋の代わりにポリ袋の代わりに布袋を使おうというようなこと、それに動物保護があります。ドイツの環境議論においては持続可能な発展というキーワードが非常に重要です。さてこの持続可能というこの概念がどういうものなのか、ですが、17世紀カール・フォン・カロヴィッツという人間がいました。森林について本を書きました。森林をが長期的に使い続けていけるように保護しなければならないということについて話しています。ここで初めて持続可能という概念が初めて現れたと考えてもいいでしょう。そして2007年、ブルントラント報告書、1987年、いわゆるブルントラント報告書、ノルウェーのブルントラント首相がイニシアチブを取った報告書において、この概念が取り上げられました。それ以来この概念はディスクール
の中核をなすものとなっています。環境の議をめぐる議論の中心をなしています。さて翻訳が終わりましたのでそれではさてどういったプレイヤーがいるかということですけれども、市民団体はあくまでもその一部にすぎません。どのようなアクタープレイヤーがいるかということですけど、まず、環境省のような行政府、環境庁というものもあります。さらにドイツの政治では70年代の環境運動から誕生した緑の党という政党があります。活躍しています。さらには別の分野では持続可能な経済活動を心がけているソーラーコンプレックスユッターが働いているソーラーコンプレックスといった企業もあります。またメディアも重要です。マスメディアにおいては忘れられがちですけれども、あるいは過小評価しがちですけれども、メディアも重要です。ドイツではこの2つの環境関係雑誌は非常に環境分野で重要な役割を果たしています。発行部数も比較的大きいものです。そして、こうしたプレイヤーの中で、とりわけ重要なのは私たちのような市民が行う環境のために活動する市民活動、市民団体です。ボランティアの活動が多くあります。この写真は前回の国連気候変動防止会議において締約国会合 COP の写真です。さて、いろいろ市民活動と一言で言っても非常に多様な活動が多様な団体が活動しています。まず社会運動があります。あるきっかけが特定のきっかけによって自然発生的にベルリンでこの写真のように再生可能エネルギーのためにデモが組織されるなど、こうした自然発生的なものに近い運動です。もう一つ市民活動のグループ地域でのグループにおいてある特定のテーマで活動するグループなどがあります。またドイツでは大きな団体があります。グリーンピースドイツ自然保護連盟ナブ、とりわけ自然保護活動を行っている団体ですけれども、それに私の所属しているドイツ環境自然保護連盟 BUND があります。これらが従来型の団体ですが、大規模な団体ですが、全体で160万の会員がいると、団体のメンバーがいると言われています。これらの団体のメンバーは実際に自ら積極的に活動している人はそれほど多くなく、どちらかというと基金を行っている人々です。環境運動というのは非常に幅広くテーマもたくさんあります。いくつか挙げさせていただきますと、森林保護というのは非常に重要です。また湖沼や海洋河川の保護、温暖化防止、すなわち再生可能エネルギー
を促進する運動もそれに含まれます。また、食料に関する運動、生物多様性、種の多様性を保護していこうという取り組みですけれども、さらに種の絶滅危惧種を守っていくような運動も含まれます。また消費に関わる運動、すなわち何を買えば一番環境にいいのか、そのためにはどのようなライフスタイルをするべきなのだというような問題提起があるのです。こうしたさまざまな分野は非常に全体としては複雑ですし、それぞれお互いに関わり合っています。一つの分野において活動すると他の分野においても気づきがあることがままあります。さて、若い人たちがドイツではどのように環境運動を捉えているか、何を重視しているかということですが、自然を保護するということは、自然がなければ生きていけないという、そうした深い意識が多くの若者にあります。また非常にグローバル化が進んだ時代に私たち若者は生きていますので、多くの環境問題が国際協力の下でしか解決できないということも我々はよく承知しています。またすでに環境という運動が定着している中、また環境問題というものが成果している中で成長してきますので、前向きな方向性を持つ手本となる人々を持つことが重要です。例えばこの写真ですけれども、フレンズ・オブ・アース、バーデン・ビュルテンベルク州のメンバーの写真ですけれども、1ヶ月ビーガンな食生活を行った人々の写真です。そしてもう一つ若者にとって重要なのは、このように活動をすると学校では学べないような能力を身につけることができ、すでにボランティアとしてこういった活動を行って身につけた能力というのは職業においても役立つということです。さて、ドイツはグリーンな国だと考えられておりますけれどおりますし、先駆的な役割を果たしています。しかしだからこそある課題もあります。例えば非常に重要なのは、とりわけ企業はグリーンなイメージ、持続可能なイメージというものが重視されるようになっていることから、逆にグリーンウォッシュを行う企業が出てくる。自分たちが本来持っている環境意識以上のものを見せようとする、そうした企業が出てくるわけです。それを見分けるということが環境団体によっては非常に重要なことです。重要なこととなっています。何が本当に持続可能で環境意識がしっかりしているものなのかということを見極めていくということです。皆さんの中には持続可能の三角形ということ、三角形という図式をご存知の方はおられるかもしれません。3つのエコロジー、エコノミー、そしてソーシャルという要素の3つの要素ですけれども、この3つの要素が全てバランスを全て同等のウェイトを持つべきなのか、それともどれか優先されるべきなのか、という議論がありますし、考え方がありますし、また持続可能性の戦略というものがあります。さまざまなプロセスを持続可能なものにしていくための戦略に役立つ考え方ですけれども、効率性という一つのアプローチがその中にはあります。
効率性と並んで、また持続性、できるだけ物を長大事に使っていくということ、そして最後に充足性、サフィシエンシーですね、足るを知る、どのくらい足るを知るということを知るということです。それがサフィシエンシーです。非常に生活水準が高くなってきていますので、こうしたことを良しとしない人々や企業が多いのも確かです。さて、全体としてまとめて何が言えるかですが、確かにドイツは他の国と比べて手本となるような役割を持続可能性において果たしているかもしれません。そうした、しかし環境運動というのは多様であり、一つの運動ではないということ、さまざまな重点を持っているということも抑えなければなりません。さて、後半では再生可能エネルギー並びに反核運動における我々自身の活動を紹介したいと思います。一つ、私自身の BUND 市ドイツ自然保護連盟並びに FOE の活動をお伝えいたします。バーデンビュルテンベルク州においては3000のメンバーが20歳から27歳の若者がこの BUND の青年部で活動しています。これがバーデンビュルテンベルク州、赤いところです。ドイツ南部にあります。例えば頻繁に若者の会議、ワークショップなどを行い、さまざまな問題への注目を促しています。その際に演劇やアクロバティックなパフォーマンス等も行っています。さらに8歳から10歳までの子どもたちのための自然観察のためのプロジェクト、そこで日誌もつけてもらいます。そうした活動も行っています。それによって子どもたちが例えばある木について観察する際に、ただ一つの一本の木というのではなくて、自分のこれが僕の木だというふうに思ってもらうということが大事だと思っています。またさらに学校の子どもたちと市内を見学し、ツアーを行い、我々が普段使っているもの、どういったものがとりわけエコな製品なのかということを見てもらったりしています。さらに他にもいろいろな活動があり、その中に折り鶴を折ろうというアクションキャンペーンもあります。これについてソニアに報告してもらいます。さて、エネルギーシフトにおいて若者たちがどういったことを行っているか、これについて話させていただきたいと思います。アンゲラ・ゲスラーがすでに報告した通り、非常に数多くの国際ユースプロジェクトがロットワイルでは行われています。このユースプロジェクトのにを通じて2回すでにベルルーシを私自身訪れています。とりわけ2013年の夏、
ドク、ベラルーシだけではなく日本も加えた三国間プロジェクトというものが行ったのは貴重な体験でした。ドイツにおけるエネルギーシフト、そして再生可能エネルギーの展望についていろいろと話し合うことができました。エネルギーシフトの3つの重要な側面、政府関係の活動、そして企業の活動、さらに電力公社、シェーナウ電力公社の活動、さらには市民活動を主体としたエネルギーシフト関連の活動をについて学ぶことができました。私たちは自身が何ができるのかということについても2日間にわたるワークショップにおいて考えました。そこで結論と一つの結論として得られたのは、共同のウェブホームページを作ろうと。そのホームページを作るにあたっては、リスタートというものを作ろうということになりました。これは再生可能エネルギー、今日の行動、明日の結果というものの略称です。このリスタートの元の元折り鶴を折ろうということになりました。さて折り鶴ですけれども、これは広島の平和運動でも有名です。このシンボリックな折り鶴によって福島の人々への連帯を示したいと。そしてこの羽には原子力さようならのこの笑っている微笑んでいる太陽が書いてあります、模様となっています。これにより核のない世界、そして事故のない世界を実現していこうと。そしてこの口に加えている、くちばしに抱えている枝も平和のシンボルを示していますし、また世界全体に関わる問題であるということを意識してもらおうと思いました。日本からの参加者の方々は日本にこの経験を持ち帰ってくれました。由美さんと幸喜さん、後で報告してもらいますけれども、東京において活動を続けてくれています。そして仲間たちと話し合ってくれています。これが当時の参加者の写真です。我々の活動はこのプレゼンでもお分かりいただけたように、ホームページでご覧いただけます。すみません、画像が横になってしまいましたが、福島の市議会、福島の県議会議員が折り鶴を受け取っている時のお写真です。福島の人々への私たちの連帯の印として折り鶴を渡したのです。これがお手元の資料にもあると思いますけれども、私どもの活動についてもっといろいろなことがホームページに載ってますのでご覧ください。ありがとうございました。それではここでですね、ベラルーシとドイツの若者、そしてマリアさん、ユーフィラさんに舞台の上に鎌中さん上がっていただきたいと思います。ベルリン中、元ベルリン中大学で、
このツアーで同行通訳をしてくださっている福澤先生の方からちょっといくつかいただいた質問をご紹介させていただきたいと思います。お願いします。はい、それではいただいた質問いくつか重なっているものもありますので僕が一応、かいつまんで、答えを言います。ルーツ村さん、1型糖尿病の子どもがベラルーシ全体で1590人とのことでした。92年以前は520人とのことでしたが、86年以前のデータ、あるいは92年から現在まで徐々に増えてきたということでしょうか。徐々に増えてきているって、それは先ほどの数字が出たと思うんですけども、86年以前のデータは持ってないそうです。人数以外に糖尿病としての特徴は何かあるでしょうか。ちょっと待ってください。お母さんを含め家族の居住地や食事や生活に何か違いはあるでしょうか。のお二人の答えは、ベラルーシはそんな大きな国ではないので、南北東西によって食生活とかそういう大きな違いはないということです。親子の染色体や遺伝子の検査はされているでしょうか。彼女たちが知っている限りされてはいないということです。それから福島では原発が爆発した後、放射能汚染や子どもの被曝を心配する声が上がり始めた頃に、長崎大学から福島にやってきた山下俊一氏が放射能を気にすることでストレスが、たまる、放射能は笑って暮らせば逃げていくというような発言で話題になりました。で、その山下さんはチェーンノブイルにも何度も行ってるということで、お二人にご存知ですかって言ったら、そういう日本人は知らないという、会ったこともないと。それから放射線が子どもの糖尿病を引き起こす可能性について科学的な説明、メカニズムの解明を行われていますか。2人とも自分たちは医者ではないので、そういうその詳しい医学的な学問的なメカニズムは知らないということで、一応ドイツの医者でズィーベントフ博士という人がそういう研究をしているそうですが、そこまで自分たちは説明できないということです。それから糖尿病も被曝が原因なのでしょうか。ルドミラさんははいと答えています。だけどその具体的にどういう関連性があって、どういうメカニズムで糖尿病に小児性糖尿病が出てくるのかは、免疫性の問題だということをご存知かもしれないですけれども、チェルノビルの子どもたちが、多くの子どもたちがチェルノビルエイズ、いわゆるエイズですね、免疫性が弱ってしまって、いろんな病原菌がどんどん体に入ってくるというチェルノビルエイズというような病気というか状態になってます。ですからいろんな病気にかかりやすい、あるいは風邪も引きやすい、でもし病気になった場合にはなかなか治りにくいという一般的な傾向が見られるそうです。それから1型糖尿病の子どもは1590人とおっしゃってますが、その母数は何人ですか。非汚染地域ではどうでしょうか。で、そのような比較の数字は持ってきてません。一応その1型と2型の糖尿病の数がベラルーシでは24万人いると。で、そのうち1型ですね、その小児性、糖尿病の子どもたちがかかっているのは 10% ということは2万4000人いる。で、そのうちの、それは大人と子ども一緒です。だから2万4000人のうち1590人が0歳から18歳の子どもたちと。それで一応ベラルーシでは400万人の子どもがいます。
1型は遺伝的ではない、生活習慣的になったのではない、つまり内分泌系の病気として出てきている糖尿病なんですよね。それが 10% 発症している人たちの 10%。 そうです。チェルノブイルという言葉の使用は禁止されたと聞きました。地名など全てでしょうか。なぜ禁止されたのでしょうか。まずチェルノブイルはご存知だと思うんですけれども、ベラルーシではなくてウクライナにあります。ですから17キロベラルーシの国境から離れてウクライナに存在していますから、もちろん現在もチェルノブイルという地名は残っています。ただしベラルーシではルカシェンコという独裁大統領がいまして、でその人がベラルーシという国においてチェルノブイルは禁止という言葉を使用するな、使うなという禁止命令を出したそうです。ですから彼女たちが属しているチェルノブイルの子供たちにという財団は名前を変えなくてはなりませんでした。で現在はその財団は希望という名前に変わっています。糖尿病と放射線被曝との関係はベラルーシの政府行政はどのように見ているのでしょうか。関係ないと言っているそうです。関連性はない。でじゃあどうして、ただしインシュリンは配布していると無料で、じゃあどうしてかというと、それはただの普通の子どもの病気であると、放射線のせいではないと言っているそうです。でかかりやすい病気は他にありますかというと、いろんな病気があるんですけども、免疫性が非常に低下する、免疫力が非常に低下する、それによっていろんな病気にかかりやすい。心臓病の例えばセシウム137ですと筋肉が弱まりますから、心臓の筋肉も弱まってくるという心臓病の子どもたちもたくさんいます。それから疲れやすい、ちょっと僕の方から付け加えますとご存知だと思いますけど、 IPPNW という、核戦争に反対する、国際医師団というグループが世界的にありまして、ここのグループが一番このような病気について、放射能による病気について研究をしてまして、で特にドイツ支部、日本支部はあまり活発ではないようなんですけども、ドイツ支部は非常に活発です。ですから IPPNW.DE で入れてみてください。そうしますとそこのホームページがありまして、ほとんどのこういう検査報告は日本語にも訳されています。というのはドイツに在住すると日本人の有志の方々が IPPNW がドイツ語でいろんな研究結果を発表すると、ある短い期間で全部日本語に直してホームページにアップしてます。ですからぜひご覧になってください。それからウクライナ側の被害地域、住民、医師、行政などとの協力はあるのかということで、彼女たちは協力体制はないと言ってます。それから国と国の間ではあるかもしれないけど、そのことについては知りませんという。それからカザフスタン、セパチルスカのスメパルチンスクの核被害の地方住民、医師らとの協力はこれらもないということです。それからドイツ以外のヨーロッパや北米の医師や NGO がからの支援がありますか。アメリカからの支援は今のところなかった。ただしカナダからはたくさん支援があったそうです。それからノルウェーとかですね、だからドイツ以外では。それから IAEA、WHO、ICRP などの国際機関の生かすためにどうしたらいいかということなんですけども、まあ、彼女たちは直接それには答えられないということです。ただしマリアさんはジュネーブのそういった機関に招待されて報告したことがあるそうです。一応このぐらいです。はい、ありがとうございました。
じゃあちょっと出発準備始めます。私にも質問が来てるんですけれども、なんか話していく中で答えていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。後ろにですね、いろいろお話し合いたい中身を出してきました。皆さんドイツ語でも書いてあるので後ろを振り返って見ていただきたいと思います。経験を共有してどうやって未来に生かしていったらいいだろうかということをいろいろ話をしていきたいと思っています。次お願いします。まずベラルーシの若者たちにどんな環境に暮らしていてどんな健康問題を抱えていたのかということを簡単に今こちらに世代が2世代いらっしゃるんですね。ベラルーシからお母さんの世代、そして子どもたちの世代なんですけれども、例えばサシャは何年に生まれて同級生の中ではどんな病気が多かったのか、なんかそういう自覚を子ども時代に持っていたのかっていうことからお願いします。分かってました。甲状腺の問題は小さい頃から分かってました。5ヶ月ごとに検査があり、母親と一緒にモグロフに行き、非常に大きな医療センターがあるので、そこで自分が病気だということは思い知らされました。また学校においても多くの友達が似たような問題があるということが分かっていました。サシャは、ビハウっていうちょっと汚染がベラルーシでも高いところに住んでいるということは意識があったんでしょうか。分かってました。両親たちが言ってましたし、祖父母も言ってましたし、また学校でも話題になってました。学校ではどういうことが話題になるんですか。クラスメートとはそれについてどんな話をしましたか。いや、そうですね、子供でしたのであまりそういう問題について頻繁に話すということはありませんでした。子供ですから何が放射線かということを想像もあまりできませんし、学校では先生が逆に教師たちが1986年にチェルノブイリで事故があったこと、非常に大きな事故であったこと、食べ物や医薬品など多くの支援物資が海外から届けられたこと、なぜと思いました。チェルノブイリだからこういう支援物資が届くんだよと言われました。じゃあ他の地域の若者にも聞いてみたいと思います。アレーナさんは今と同じ質問にお答えください。自分がどれくらいの汚染地に住んでいると思っていたのか、で健康のことについて放射能と関係があると習ったことがあるかどうか。子どもの時はあまり分かってませんでしたね。5歳の時でしょうか、最初に甲状腺に問題があるということをお医者さんから言われました。特定のスポーツの授業しか受けることができませんでした。そこで何か違うなというのは分かりました。私の学校ではこのテーマは、オープンに話されていましたし、1986年の4月26日が事故だったわけですけれども、毎年その日ではその日には事故の
ことを随分たくさん教えられました。この情報、しかしそこで与えられる情報は非常に表面的なもので、なぜその事故になったのか、どのような影響が実際あるのかということについて、また危険について深刻度についてはあまり語られませんでした。ミンスクは汚染がないのだと、それゆえ心配する必要はないのだと言われました。両親たちは子どもの保養ということが行われていることを知っていました。非常に、ただ保養を行わせるというのはチャンスは非常に狭き門なんです。子どもたちで必要と保養を必要としている子どもたちのうち 20%、30% ぐらいしかそのチャンスを実際に手にできません。私は幸運で、私自身の体調というのは本当にその保養を行った後に目に見えて良くなったことを自分自身感じました。ありがとうございます。なんか保養に行ける子どもたちが、それが必要な子どもたちの 20%ということは驚きました。それで毎年4万5000人が受けてるということなんですよね。カティアさんは、先ほど言った通りブレスト州出身で、ブレスト州はあまり汚染が激しくありません。子どもの頃あまり深刻でない甲状腺の問題がありました。非常に多くの子どもがそういった問題があったんです。非常に頻繁に検査を行いました。しかし数年経つと問題が全くなくなり、みんな子どもたちは健康になったということでみんな喜びました。そしてチェルノブイリについては私の親から聞きましたし、また物理の先生、女の先生でしたけれども話してくれました。何が原子炉の中で起きたのか、何が事故の原因だったのかということを話してくれました。先ほど私お見せした映像はブレストのピンスクで撮ったんですけれども、ピンスクの人たちは自分たちが汚染された場所に住んでいるとはやはりあまり意識していないと感じました。だけれども、子供を産む年齢になると20年経ってやはりこう甲状腺に問題が出てくるということが起きているんですね。カティアさんの周りの大人たちは同じ年代の友達たちの間に甲状腺の問題は今はもうなくなったと感じていますか？言うなれば、みんなあまり問題はあるんですけれども、その問題は普通のこと、問題があるというのは普通のことと思っているんでしょうか。チェルノブイリと病気を結びつけてあまり考えていないのです。統計もありませんで、ありませんし、非常に多くの症例があるというのは分かっているんですけれども、ただ我々のメンタリーとしてあまりこういったことについて大きな議論は行いませんし、公にみんなで話し合ったりしませんし、みんなあまり意識してないんだと思います。例えば私の学校ですけれども、確かに事故については話しました。しかし、大学では、
もうチェルノブイリの名前はもう削除していたと言ったらいいんでしょうか。ほとんど話しませんでした。若者たちも全く関心を持っていない。原発についての関心もありませんし、原子力そのものに対する関心がないと言っていいと思います。残念です。カティアさん、ありがとうございます。エレナさんはこの、自分たちが被爆のリスクを持っているとか、それについて、対策を立てなければいけないっていうことは社会の中でベラルーシの場合あまり共有されていないと感じていらっしゃいますか。オラニヒ。そうですね、確かに問題はたくさんあるんですけれども、例えば私自身はあまりチェルノブイリあまりついて聞いてきませんでした。いつだったのか、非常に多くの人が病気になり死んだ、死亡した、そして移住した人もたくさんいたということぐらいは知っていたんですけれども、それ以上のことについては知らされませんでした。私がこうした詳しい情報をさらに得たのは両親たち、それからというのは祖父母が住んでいたところが高度に汚染された地域だったからです。立ち入り禁止の地域で、キノコを例えば取ってはいけない地域だったんです。チェルノブイリについてほとんど話題になりません。ベラルーシの環境大学に私通いましたけれども、チェルノブイリについて、放射能汚染の問題について、おかしいことですけれども、ほとんど話した記憶がありません。私最近パンドラの約束というアメリカの監督が作った映画を見ました。アメリカにおけるさまざまな環境運動家が、非常に有名な方たちが、原発推進に心変わりをしたというドキュメンタリーなんです。その中で、福島のこともチェルノブイリのことも出てきますが、チェルノブイリで直接事故が原因で亡くなった人数は WHO、IAEA がこんなに長く時間が経った後でも56人だけだと公式に認めているではないかというくだりがあります。皆さんの実感として、皆さんにお伺いします。ベラルーシから来られた方たちに、本当に原発チェルノブイリ原発の事故が原因で亡くなった、直接が原因で亡くなった人たちというのは56人しかいないという実感でしょうか。そうではないと思われたら手を挙げていただけますか。56人しか事故ではなくなっていない。実感がとてもずれて、皆さんは56人以上亡くなっていると、そんな少なくはないと思ってらっしゃいますよね。マーシャさん、どうでしょうか。そうですね、情報として本当に正確な答えをと言われると分かりませんけれども、
100人もの子どもたちを毎年ドイツに連れて行ってるんです。そしてどの家族も誰か家族親戚の中に死んだ人たちがいます。1人だけでなく2人という場合も多くあります。4月26日だけが私たちがチェルノブイリについて話すことのできる日です。市民運動はほとんどベラルーシにはありませんし、それ以外の日についてチェルノブイリについて語れる日はありません。我々は政府を信用してませんし、私たちの想像を超えています。今の大統領が在任中は大きな活動を展開することはできないでしょう。国民の信頼というもの、そして安心というものがないので、議論もできないのです。なんか日本と似ていると感じませんでしょうか。日本とベラルーシ、私は取材をしてすごく似ていると感じています。日本は民主主義的な国家ということで、まあ、民主主義って旗を挙げていますけれども、このことに関しては全くそうではないと思っています。でこちらに日本の若者が2人いるんですけれども、福島を中心とした被爆をしなければいけない、そうしないとそこで暮らすことができないところにいる子どもたちと、ここにいる私たちはどうやってつながって、どういう救済をこれから、目指していけばいいのかということに関してどう考えているのかということを、お二人にお伺いしたいと思います。まずは、あゆみさんからお願いします。と私はみんなと一緒に広島、福島に、視察に行きました。でまた、普段は環境 NGO で活動、ボランティアをしているのですが、先ほども、釜中さんの方から放射能があることを認めてしまうと苦しいという人もいるということや、去年、私の友達で福島福島出身の友達は、引っ越したのですけれども、他にも引っ越せない人がいる、そのことが、罪悪感となって何も話せないという子もいます。私は例えば雇用をもっとするだとか、国が制度をもっと整えるだとか、それはもう本当に必要だと思います。だけれども、それを目指してたくさんの活動があると思いますし、私もそういった活動にできることは何でもしたいと思うんですけれども、例えば話せないと苦しんでいる友達を話を聞いてあげるのもとても大切なことであると思うし、例えば他にも大学の友達で話せなくて苦しい、この、見えない放射能を恐怖を、分かっている日本人も少ないのではないかということを聞きました。なのでこういった苦しみがあるということをまず知ること、ここに来ている方はみんなご存知だと思うし、まだそこからなのかという気もするかもしれないんですけど、私はそれがすごく大事だと思います。またそのチェルノブイリの話も28年前ですが、私は全然知らなかったことがたくさんありました。その事故を何度も繰り返して広島に行った時も放射能の恐怖の話を聞きました。私たちは同じことを何度も繰り返しているのはやっぱり知らないというのが大きいと思うので、まずそこを一つ言いたいと思います。
猪俣浩樹と申します。私はまずその国際交流が、もたらすものがすごく大きいのかなと思っております。私も震災以降自分に何ができるのかとずっと悶々と、悩んできました。その中でこのドイツのプログラムに参加するきっかけがありまして、それでドイツやベラルーシの方々がその原発事故以降どんな風に歩んできたのかということを、やっぱりそういう実体験として自分の経験としていろんな方々と話して学ぶという、それがすごく私個人にとってもその一緒に参加した日本人の人たちにとっても大きかったと思います。そしてその中、ちょっと早いですか、すいません、その中 あの一緒に行った学生の中で一人あの福島の郡山出身の女の子がいました。その方もあのもちろんいろんな辛い思いをして今は、石川県で、住んでいるんですけども、まあ、避難しているんですけども、その方とあの一緒にご飯を食べていて、綺麗な牧場のようなところだったんです。そこで二人座ってぼーっと景色を見てるときに、そこを女の子と男の子があの遊んでいたんですね。それを見て彼女が涙を流して、自分はここにいていいのかとか、福島の子たちは遊ぶこともできないとか、そういうことを感じて涙を流されたんですよ。でその時は何も話したくないっていうふうな思いもあの言っていたんですけども、そこから彼女は一生懸命ドイツの人、ベラルーシの人に自分の経験を伝えていたんですね。その海外からあの経験をちゃんと受け取ると、で受動的なだけじゃなくて、ちゃんと自分たちの経験を外に発信するということが大事だと思います。あともう一つだけ、あと一つは巻き込みってことがすごく大事だと思います。国レベルと市民レベル、それぞれの取り組みが大事だとは思うんですけども、私たち市民レベルであのいろんな分野の人をここの分野に巻き込んでいくということが大事だと思っています。もちろん脱原発の運動も大事ですけども、他の例えば再生可能エネルギーを推進している人ですとか、例えばもっと影響力のあるテレビに出てる人たちを巻き込むのもいいですし、若者や女性、農家、そういう方々をうまく巻き込んで、みんな一丸となってやっていくことがどんどん広がっていくんだと私は思います。日本の中でこの2人はものすごく若者の中では意識が高いという方たちのご意見でした。私の悩みはこの年代がこの問題に興味を持ってくれないということなんですね。でもドイツのあのカチャカチャとかあのソーニャの話を聞くと、ドイツの若者たちは環境意識が高い、そしてその環境意識の延長上にこの問題がちゃんと位置づけられているそうですか。カチャからどうぞ。まあこういったことは相対的ですからね。おそらく相対的に見ればドイツの環境運動というのは盛んだと思います。非常に長年続いてきてますし、継続的にやってきてます。しかし若い人たちの間ではどちらかというとやはり発信の仕方というのは変わってきていると思いますし、ドイツの若者がみんな活動しているというわけでは全くありません。どちらかというと少数派だと思いますよ。やはり非常に活動を積極的にやるというのは勇気がいることだと思います。すぐにエコ野郎、ヒッピー野郎というようなレッテルが貼られることもありますし、
それでもドイツではおそらく他の国よりもメジャーではないかなと思います。なんか母ちゃんはそういうアクティブなタイプかなと思うんですけど、ソーニャはちょっとかなんかそういうその市民活動、特に核関係のことをやるにはとってもソフトで普通に見えるんですけど、どうしてこの活動を始めようと思ったのか、周りからどういうふうに思われてますか？2011年この市民団体に加わった時、まず結構ショックでした。というのはあまりにも自分の知識が少なかったからです。まずはクラスで、原発を見学したこともあります。近所の原発でした。原発は未来のエネルギーで危険もないしクリーンだと、で多くのクラスメートは多分それを信じたと思います。それを信じてなかった、まあ、カチアのような人間というのはですね、どちらかというと少数派でした。まあ、活動で活発に積極的にやっている人たちもいます。しかしながらあまりメインストリームではありませんでした。私は今フライブルクに住んでいます。フライブルクは非常に環境運動で有名です。グリーンな街です。非常に多くの人たちが非常に積極的に熱心に活動しています。しかしこのフライブルク市もちょっとクレイジーな街だと思われているというところがあるんじゃないか、すなわちエコテロリズム、あるいはヒッピーの街と思われている、思っている人もいるんじゃないかと思います。私が日本に行くと友達に話したとき、なんでと言われました。分かってくれなかったみたいです。それでもソーニャはこの活動を続けているのよね。どうして？そうですね、特に活発な方ではないかもしれませんし、人前で話すタイプではないですけど、ベラルーシの人たちが話してくれることというのはやはり心に重くのしかかりましたし、福島の経験というのも心に重くのしかかりました。だから無関心ではいけない、忘れてはいけない、風化させてはいけないと思うのです。難しいけれども何か自分でできることをしなきゃいけないと思っているのだと思います。ありがとうございます。ソーニャのように感じて2011年から多くの若いお母さんたちが日本でも活動を始めました。私の映画もそういうところを撮っているんですね。で今会場から質問が一つ来たんですけれども、子供に放射能が危ないから食べ物に気をつけるように、これを食べちゃダメ、あれをしちゃダメっていうことを言っても、お母さん心配すぎじゃないのって大丈夫よと子供はなかなか聞いてくれません。リドミラさん、子供に放射線の危険とか汚染地に住むことのリスクとかどうやって教えたらいいでしょうか？Was sagen das? Alle Leute, welche wohnt in mein Land, sie alle年配の方は、汚染されているということは知っていますけれども、何を調べるのか。お金がある人はもういなくなってしまいました。ベラルーシから出てしまっています。例えば、ホイニキ、そうです。小さな町でユダヤ系の人々がたくさんいた地域です。
でも今は誰もいません。みんなイスラエルとかアメリカに行ってしまったんです。残った人というのはお金がない人たちです。例えば皆さん、私は食品でベラルーシでできている作られている食品はそんなに健康じゃない、体に良くないということは知っていますけれども、例えばマーシャが面倒を見ている子どもですけれども、その村ではそのキノコを取ってはいけないと書いてあるにもかかわらず、そこに住んでいる人たちは集めて食べています。これが私たちの暮らしの現実です。今後どうなっていくのか。ただもう一つ言いたいことがあります。子どもたちの被爆をですね、やはり測定するということを行っていますけれども、25日間を行って測定を行っていますけれども、本当に値が低くなるんです。保養は非常に重要だということを思い知らされます。この保養をベラルーシの国内で行っている言ってもそうなのです。はい、ありがとうございます。なんか質問の、質問はどうやって子どもにどんな言葉で気をつけなさいということを聞き入れてもらえるかっていうことだったんですけど、やはりベラルーシでも難しいということでしょうか。子どもに親が伝えるということは難しいと感じていらっしゃいますか。汚染地域の子どもたちはサナトリウムで保養をしたり、昔は年に2回でした。この2月と3月子どもたちをピックアップしにドイツに行きましたけれども、その時親たちと話しました。今年から1回しか保養に参加させられないというふうに話していました。つまり国の支援が手薄になってきたのです。夏ではキャンプがあります。しかし親たちはそれを自分たちで払わなければなりません。少なくとも部分的に払わなければなりません。 25% 自分で持たなければならないのです。分かりません。これを食べちゃいけないというふうに言ったら、子どもたちに何を食べたらいいんでしょう。子どもたちに話しています。しかしそれでも人々に話していますけれど、みんな同じところに帰ってきますし、食事についても同じです。
自分たちでが生産している食べ物は自分たちで食べてるんです。安全な食べ物は高いんです。何を、その安全な食料を買うというようなことは、月300ドルしか所得がない人たちには無理なんです。はい、私もベラルーシに行ってそう感じました。サッシャにお聞きしたいんですけれども、福島の子どもたちはベラルーシの子どもたちのように保養を国の制度として一切受けていません。これからもこのままだと受けないと思います。それについてサシャはどう思われますか？もちろんベラルーシ出身者としては福島の子どもたちも同様に、例えば南日本や外国で保養の権利を得るべきだと思います。私自身も外国、すなわちドイツで保養の機会を得ました。私自身、甲状腺の問題がありましたので、ホストファミリーが見つけてくれたドイツの専門医の診察を受けました。非常に幸運でした。治療を受け、繰り返し受けることができました。そして、最終的に、治ったよ、健康だよと言われたときは本当に奇跡だと思いました。福島に関してはどうしたらいいでしょうね。そうですね、日本の国は大きいです。南日本の人たちがこう運動のようなものを立ち上げて、あるいは市民団体を立ち上げて、ドイツのパートナー団体と同様にですね、南日本の人たちがそうした活動をすればいいのではないでしょうか。子どもたちが保養できるように。しかしまず国民、市民の側からそうした活動を始めて、そして政府への影響力というものを増大していけばいいのではないかと思います。皆さんいかがですか。私が取材をしていて問題だと感じるのは、今の被爆とか汚染でこれくらいの程度で大丈夫と多くのお母さんたちが思っているので、市民グループがどうぞ保養に子どもたちを私たちに預けてくださいと言っても、あらそんな必要ないわというのがすごく多いんですね。でもベラルーシのお母さんたちは保養のチャンスがあったらそれをすごく大事に思っていらっしゃいますか。マーシャさんいかがですか。サーシャ、マーシャに。非常に重要だと思います。母親たちはドイツで、きれいな空気の、また国内でもですね、保養させるということが重要だということを分かっています。また
例えば保養した後子どもたちが風邪をひきづらくなった、この冬はほとんどひかなかったというようなことですね。そしてまた帰ってきた子どもたちが非常に明るい笑顔であると、これは綺麗な食べ物、綺麗な飲み物、そして、非常にいい明るい、いい雰囲気で、しっかりとした医療を受けられる、そうしたことで、非常な効果が見られているのです。経済的なことを言えばですね、何兆円というお金をかけて日本はこれからオリンピックを2020年開くんですね。だけどつい最近子どもたちをちょっと福島県の外に出す予算を国がつけました。3億6千万です。これは、福島県内にいる子どもたち36万人につき1人1000円です。これでは保養に行けないですね。24日間というのにやっぱり何か意味がある。2日や3日じゃダメだ。そういうことを私たちはベラルーシの体験から学ぶべきなんじゃないかなと思うんです。これもまたサッシャに聞きたいんですけど、保養は21日間必要なんですか？重要だと思います。3週間です。これは本当にいい、保養になります。3週間きれいな空気、そして、しっかりした医療を受け、そして3週間別の場所に行くというのは本当に効果があると思います。ありがとうございます。私たちも必要ですね。私たちは福島から、この東京圏も含めて子どもたちにやはり様子を見ながら保養に行けるそういう環境を作っていく、そういうことをドイツの体験、そしてベラルーシの体験、それが別々ではなくつながり合い助け合った体験から今日何か学んでいけたらなと思っているんですけれども、実はもう時間がなくなってしまいました。すいません、これで終わらなければいけないんですけれども、一番これからの私たちにとって大切な一言ずつをサシャの方から、例えば、勇気とか優しさとか何かそういう言葉を一つずつ私たちに言っていただけたらと思います。サシャからお願いします。本日はここに参加できたこと、とても有意義でした。いろいろと新しい出会いもありましたし、いろんな勉強になりました。私たちは一緒になって協力を進めなければいけないということを認識したと思います。三カ国、この三国の政府が脱原発に進むようあらゆる手を尽くさなければならないと思います。重要なことはさらにこうした催しを通じて他の人を支援するそうした姿勢を示すことも重要だとも感じました。すみません、一言ずつねお願いします。言葉一つで、はい、ありがとうございます。Öffentlichkeit. ですね。透明性あるいは公開性です。はい。公開性、はい、公開性です、はい。人
人の間の架け橋。世界中の連帯。人への共感、共感、暴力はなし、暴力なき共感、持久力、諦めないこと。話し続けること、議論し続けること、風化させないこと。人々と共にあること、一緒にいること。市民の共同と楽しさ。目を背けないということ。議論の後にみんなで何かアクションをすることです、私のアクションの提案は私のカマレポを見てみんなでカマレポカフェを開いてそのグループを作ってでそのグループで今私たちがここで話し合った課題を解決するアクションをしていただきたいと思います。今日は本当に皆さんありがとうございました。答えられなかったので、私後ろにおりますので質問票を書いた人はエレーナさんとかリドミラさんにもお書きになった質問の中で私が答えられるものがあってそれはここでは読んでいただきませんでしたので後ろにいますので後で声をかけてください。で今日はこれから皆さんが退場した後にちょっと歌があるんですよね。はい、マリアさんですね、今、では皆さんミンスク、はい、ミンスクから来られたマリアさんが、実は民謡、ベラルーシの民謡をやっているということで、何度か歌っていただいたんですけれども、ぜひ今日もですね、一つ歌っていただきたいと思います。ちょっと気がある時間がありますので、その間に少しアナウンスをさせていただきます。後ろのブースにですね、この原発事故子ども被災者支援法と避難の権利というブックレットを持ってきております。 FOE ジャパンの三田、フクロウの会の坂上武さん、そして、行政司法書士の丹治康弘さんが書いているものです。 e シフトのブックレットの5冊目、この、90ページぐらいの薄さで、これまでのですね、避難の権利そして原発事故子ども被災者支援法が、どのようにしてできたかを、コンパクトにまとめたブックレットになっています。本日700円で、後ろ、持ってきていますので、ぜひ手に取っていただけたらと思います。それから鎌中さんですね、鎌レポ、を、販売してます。そして鎌中さん明日なんかイベントがあるんですよね。ぜひカマレポカフェをあちこちで開いて被爆のこと、避難のこと、そして保養のこと、さまざまな問題をですね、私たちの問題にして、変えていけたらいい方向に子どもたちを守っていけたらと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと時間が押してしまって申し訳ないんですけれども、皆さんこのグループはですね、明日の夜、成田から帰国します。で、マリアさん の民謡はですね、
私たちも15日の夜東京で、そして16日郡山で弾きまして、まあ、本当に素晴らしいので、まあ、こんな機会なかなかないので、もしお時間が許しましたら、ぜひ少し待っていただけたらと思います。でその間にぜひですね、アンケートありますので、ちょっと書いていただけましたら、幸いです。ちなみに私たちですね、16、17日と福島、郡山、今まで、まあ、すでにお話があったように、福島に視察に行ってきました。16日はですね、武藤瑠衣子さんなど、原発いらない福島の女たちの皆さんの案内で、田村市の宮古寺地区に行ってきました。ここはですね、原発から20キロ、まあ、大体20キロぐらいのところ、20キロ圏内の、ところでですね、まあ、緊急時避難準備区域だったんですね。でそれが、初めてこの4月に解除された地区です。でたくさん の除染した土が、まあ、仮置き場に置かれているという状況、そこを見てきました。そしてですね、先ほど大熊町に行ったと言いましたけれども、さらに先に行ってですね、大熊町、原発があるところですね、今は帰宅困難区域の境が大熊町になっているんですね。そのゲートのところまで行ってきました。そこは元住民の人、住民票を持っている人しか中に入れないんですね。その、ゲートのあたり、線量は 1.0 マイクロシーベルト、もしくはそれ以上ありました。だいぶ高いです。でその、まあ、田村市の方はですね、 0.4 から 0.7 ぐらいなんですけれども、緊急時避難準備区域が解除されたということで、住民は帰宅を始めています。小学校の、まあ、いくつかの小学校も再開したということで、いろいろびっくりしました。17日は、福島市、田村、福島市に行きました。特にホットスポットのある渡里地区、視察して、そこで活動している、まあ、菅野義弘さんという子供を持っているお父さんのお話を聞きました。そして午後に県庁に行って、鶴を、県庁の方、さっき議員というふうに言ったかもしれないんですけど、県庁の方ですね、お話を聞いて鶴を手渡しました。はい、と話しているうちにマーシャさん、着替えが終わりましたのでお願いしたいと思います。今のは春の歌でした。これからチェルノブイリの歌を歌いたいと思います。これはレクイエムです。チェルノブイリのためのレクイエムです。最初にドイツ語で、それからベラルーシ語で歌います。夜になると星が光っている、手に、するように近いと、星が私のために輝いている、
これが我が国では土が病んでいる、そうした国の上に星が輝いている、大きな星が輝いている、神様チェルノブイリの子どもたちを助けてください、そんな歌です。聞いてください。ばかりではありません。楽しい歌でもないですけれども、もう一曲聴いてください。ぜひまたどこかでお目にかかれればと思います。本日はどうもありがとうございました。気をつけてお帰りください。
Thank you.